大家好、台湾レモンの萌えです。今日は前回について発音について紹介していきたいと思います。この動画見てくれている方の中には、発音ちょっと難しいんだよなとか、この発音言いにくいよなとか思ってる方がいるかもしれません。なので今日ここで一緒に勉強して、一緒に、あ、もうできた、もうこれで OK っていう風にしていきましょう。では開始吧。はい、ということで今日していきたいのは、前回ですね、母音の中でも単母音、そして複母音勉強していきました。まだ見てない方は単母音、複母音見てみてください。はい、なので今日していきたいのは子音になっていきます。子音です。最初に子音見ていきましょう。まず子音とは何かっていうと、例えば日本語で言うとかきくけこありますね。これをローマ字で書いてみましょう。 K-A-K-I、うん、この K の部分が子音になってきます。 K の部分が子音になってくる。なのでさしすせそだと S の部分ですね、これが子音になってきます。なので今日は子音を一緒にやっていきましょう。では早速見ていきましょう。まず見ていく前に、中国語には有機音、無機音っていうものがあるのをご存知でしょうか。無機音、無機音ちょっと難しいですね。この有機音っていうのは空気が前に出てるっていうことになります。空気を前に出していく。で、無機音は空気が前に出てない。じゃあちなみに皆さん、日本語って有機音あると思いますか？有機音あるかな、あるかなって。有機音ないんですね。ないんです。皆さん思いません？パパって、パパって、もうすっごい言ってる、パパって。これ有機音じゃないんですよ。こうやってやってみてほしい。パパパパ、多分パパ、この空気前に出てないはず。パパパパ、出てないはずです。空気当たらないはず。でもです、中国語はこの空気を前に出していく必要があります。それを見ていきましょう。まず最初、BO から見ていきましょう。 BO いきますよ。この BO、 ここに書かれてある4つはですね、基本的にローマ字読みで大丈夫です。じゃあいきましょう。 BO、 ボーボー、はい、しっかり O、 O、 単母音で言いました。 O の形を作っていく。ボーボー、はい、これが BO。これはちなみに無機音です。じゃあ次いきますよ。 PO、 これはポーポー、このように言っていきます。ちなみにこのポー、無機音だと思います？有機音だと思います？はい、そうなんですよ。皆さん正解です。これが有機音になっていきます。じゃあ自分がちゃんと空気を前にできているか調べる方が簡単にあるんですよ。お手元にティッシュがあればティッシュ探していただいて、ティッシュをこもっていきます。そしてここの前でまず B を発音していきましょう。ボーボー、これですね、ティッシュ揺れないはず。だけどこの PO、 空気を前にしていかなきゃいけないので、このこれをって動かすようにしていかなきゃいけない。いきますよ。 P を発音していきます。ポーポー、見えましたかね。ポーボー、 BO の時は揺れません。ただ PO の時はポー、揺れていきます。なので皆さんもぜひこれティッシュ持ってやっていただいて、 PO の時にティッシュがこうなったら OK、 自分できてるんだなと思ってください。 できてない方はもう前に出していくといいことを中心にポーやっていってください。なのでこれ中国語の中でこの有機音、無機音本当に大事なんです。なんでかっていうと、日本人はですね、こう有機音がないので、自分でちゃんと力強く意識して言っていかなきゃいけない。じゃないと全部聞こえてくる音としては B の音に聞こえてしまいます。パッパッ、 P の音出してるつもりなんだけど、でも空気音パッパッなので B に聞こえてしまう。なのでパッ、P の時はしっかり前に言っていく。じゃあ次いきます。その次ですね、 MO、 これもローマ字で大丈夫です。いきますよ。モーモー、これが MO。 次 FO いきましょう。 FO、 FO なんですけれども、これちょっと下唇噛んでいきます。そして O の発音、フォーフォー、はい、これが FO です。なので横に行ってみますよ。最初 BO からです。ボー
次行きましょう。下の部分です。これこの4つになっていきます。注意が必要です。皆さん質問があります。ここいいって書かれてるんですけど、単語にですね1つしかない、これが1つしかない、その時のいいって何て発音していきました？はい、そうですよね。これって特殊なうんうんの音でした。これどういう風にするかっていうと、まずああしっかりあーの口開いていただきます。そして日本語のあんを発音していく、あんその下のまんま、喉のところにふーってなってるまんま、口をいいでも上の歯と下の歯がいいじゃなくいい、うん、このいでした。そして後ろからうーを言っていく。もう一回いきますよ。じゃあ皆さん私の言う通りにしてみてください。まず最初口を開いていきます。あの口、そしてそこであーん、日本語のあーんと発音してください。口を開けたまんまです。うん、じゃああんって言った、そのままいいの口にしてみましょう。その下のままです。ちょっとこう苦しいまんまいの形、いの形できました。上の歯と下の歯くっつけないよ、いいですよ、いい、うん、そのまま喉の後ろからうを言うようなイメージでう言っていきましょう。うそうなんです。これがううの音でした。なので見ていきましょう。 DE いきますよ。ドドこの苦しさのままううのまま、まあ、最初にドを言っていきます。ドドこれが DE でした。じゃあ次 TE、 この TE の上にも有機音って書かれてあります。なのでこの有機音発音していきますよ。前にしていく、トートー、うん、これが有機音の音です。なのでトー言った時に空気が当たる、それで正解。じゃあ次いきましょう。 ME いきます。これがぬーぬー、これも NE、 ぬぬ、うん、後ろの方にここ苦しいままぬ、これが NE の音になっていきます。じゃあ次です。 LE、 うん、LE なんですけれども、ぜひこの下一番最初にこう歯前歯の裏につけていただいて、下を、うん、そのままうーっていう時に離していきます。なので最初ルーラー、これが前歯だとします。これが前歯、ここが前歯だとしたら、これが下の部分です。うん、なのでラーラーラー、わかります？ここつけてるんです最初、ラーでなくなっていく。ただここ注意なんですけど、ラー巻かないように来て気をつけてください。ここ離すだけで OK、 ラー、あとは思う存分今さっきのうーを綺麗に響かせていく、これが LE になっていきます。なので皆さんぜひ一緒に発音していきますよ。いきます。たたなら。じゃあ次いきましょう。ここの部分もうう、今さっきのううですね。じゃあ発音していきましょう。これもぐいきます。ぐぐ、うん、これ GE、 ぐぐ、はい、次 KE になります。これも重要なのはそうです、有機音です。なので前に出していく、くく、ここに当たったら、空気が当たったら正解です。くく、これですね大事なんです、本当に大事です。なので手を当ててグーク、実際に発音してみてください。これが KE。 次 HE いきますよ。 HE、 はーはー、はい、ここもううの音を使っていきました。なので今日はここを見ていきました。もうちょっと P 表を使って一緒に見ていきましょうか。前回ですね、単語音副母音勉強してたので、ここ単母音副母音と子音の組み合わせ、ここが皆さんちょっと慣れないと思うので一緒に見ていきましょう。ただ時間の関係上全部することはできないので、ちょっとだけ
とびとびやりながらやっていきますね。この間前回習った単母音、複母音、そして今日習った子音のところの組み合わせになっていきます。じゃあ見ていきましょう。まずなんですけれども、ここの部分に書いてある BAI BAI どういう風な音でしょうか。まず A って何だと思いました？そうですね、日本語のあよりもしっかり開けてあーあー、うん、その後にイーでした。なので今回の B に AI で全部一斉でいきましょうか。バイバイ、うん、になっていきます。で皆さんここなんですけれども、よく言われます、でも実際台湾人の人ってそんなに口開けないじゃないですかって、なんでそういう風にバッて大きく開けて言うんですか。でもここそうなんですよ。私もですね、一番最初は口ちっちゃく発音の練習してたんですね。でもなかなかうまくいかない。なんでかって、口ちっちゃい正しい音じゃないのにできてる風をもう出したんです。なんかできてる風を出して、でも本当はできてないです。正しい音、正しい位置になってないのに口をちっちゃくしてしまう。でも先生も分かりにくい、どこが間違ってるのかな、見えてないな、どこだろうっていう風になってしまうんです。なのでまず一番最初練習するときは、ぜひいっぱい開けてほしい、ちゃんと開けてほしい。で慣れてきたら、こう日本語話すみたいにもうそんなに開けなくてもちゃんと正しい位置になります。まずは正しい位置を覚えるためにちょっとでかくしてみてください。うん、これ私が、うん、発音で苦労してきたので、ここはもうぜひ皆さんにやってほしいところです、はい、なのでまずはしっかり開けて正しい位置を覚えて、そこからだん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 日本語を喋るみたいに自然にこう中国語が言えるような口になっていきましょう。なので今回の BAI バイもちゃんと言っていきます。バイバイ、じゃあ皆さん質問です。 BEI これ何て読むと思います？そうです、ここ母音が2つある、単母音じゃないんですよ。単母音じゃないってことは、この E、発音練習してた時はこの E の上に三角ついてました。でも言っていきましたよね、表記の仕方っていうのはもう全部この E で整えられてます。だけど複母音の時はこの E の音は E の上に傘があるあの E でしたよっていうことです。なのでこれは V ではなく ベイ ベイになっていきます。しっかりええ、これちょっと力が入るようなペイ。次いきますよ。じゃあ PIAO どういう風に言いましょう、うん、これはピャオピャオピャオになっていきます。パパ出てましたかね。勇気を前に出していきます。ピャオピャオ。次です、 MU いきましょう。ムムおの口しっかり作っていきますよ。むむ。じゃあ次いきましょう。次も FU U の音いきましょう。これですね、ふふ。この F の時はううの形、そんなに少なく大丈夫です。ふふで OK。 ただ噛むことは忘れずに。じゃあ DIE いきましょう。これも DA DA、うん、これも A の口下に、ね、イエーエでした。複母音なのでエですよ。ティエー、うん、じゃあ次行きましょう。 TOU トートー、うん、トトしっかり前に出していきます。トートー、これはないない、うん、いいですね。じゃあ次 L LAO 行きましょうか。ラオラオ、うん、そうです。なんでかってこれラララいうときは前の歯のところにつけていくんですよね。ラオラオ。じゃあ最後 GKH のところいきましょう。 GE というふうに言いましょうか。ここイエじゃないですからね。ギエじゃないですよ。これはううの音なのでグーグー、うん、それです。じゃあ次 KOU、 これはコウコウ、うん、これもおう
息を前に出していきます。 HHUO いきましょう。ふおふお、いいですね。ここちなみになんですけど UO と OU しっかり言っていきましょう。なんでかっていうと、例えばこれ DOU だとドーンドーン、そんなに口動かさないでいくとドーンドーン、これってドーン、すべてっていう意味のドーンなんだ。でもこれ UO にするとドーンドーン、很多の多、多いっていう字になるんですね。で、ここをよく間違いやすいんです。ドーとドーンの区別があんまりできてない人が多いので、しっかり一番最初にもさっき言ったようにしっかり出していく、しっかり出していく、そしてだん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 もう慣れてきたよってなったら、徐々に徐々に口調がちっちゃく、もう自然に言うみたいにやっていきましょう。なんでここも注意してください。そしてぜひこの動画見た後すぐにですねピン評価して、そして今習った C のところを全部言えるかな、ぜひ試してみてください。次回は C、 残りの C の部分やっていきたいと思います。ぜひどっちも見てくださいね。じゃあ今日も一緒に頑張ってくれてありがとうございました。では終わっていきましょう。シューシーだじゃ、バイバーイ。